はい、マックルクロスケです。さっきね10体倒したばっかりで脇が止まってたんですけども、再度湧いてきましたね。うわー、こりゃちょっと木の陰で当たらないな。多分きついな。お、当たった。倒れないな。あ、倒れた。あえて一番湧き出しのきつい場所に今立ってるんですけど、ここらからね湧くんだよね、こことか。いつもねここまで来てうわーっと襲われて死ぬんです。死んでたんです。今回はねとにかくやっと、マウスじゃねコントローラーとのマウスの連携がねうまくいきそうなんで、あえて自分をね窮地に立たせようと思ってここに来てるんですけど、それからとね弓のあのスキル上げたくて、今何パーかな、まだ初級のね、なんだこれ、どうなってんだこれ、あ、こっちか、これか、びっくりした。今アーチェリーがねほら、あ、中級になってる。中級の38% 39%、 なるほどね、悪くないじゃん、上がってきてるね。なんて余裕ぶっこいてて大丈夫かな。あ、そうそう、ちょっとねお聞きしたいことがありましてね、あの右上のところの預金残金、これがね黙ってて減ってくんですよね。なんでだろう。基地を出発する前がね1万7000ぐらいあったのに、ここについて1回戦闘を行って弾込めしたらね、なんかな、何が原因なのか分かんないですけども8400に下がったんですよね。いつの間にか気がついたら下がってたっていうことなんですけど、何か下がる、外でこうやって何かやってて下がるってことあるんですか。前もね一回気がついたらね、あれ相当下がってる、なんで下がったんだろうと思ったことがあったんですけど、何かすると下がるってことあれば教えていただければ。別にあの下がってどうだっていうことはないんですけどね、なんで下がるのかが分かってると、その下がるのを防げることもできるし、まあ下がって仕方ないなと思うこともできるわけですけどね。あれ、もう出てこないか。あ、来た。うわー、こりゃ見えないな。これスキル上がってますね。風があってね、かなりの長距離だとまだ、なんていうんですか、このクロスボウの力70にしかないもんですからね、影響が受けやすいですよね。ほらね、どっちから来てんだろう風。頭狙うとねやっぱダメなんです、外すんですよね。ここぐらいだと近いからまあなんとかなりますけどね、もうちょっと遠いとね相当風の影響を受けたり、弾が
下がってきますからね、ちょっと上狙って風の影響見ないとね、当たりませんけね。間もなくすると多分近場から湧いてくると思うんだよな。それに対応できるかどうか、あえてこういう、あえてこういうね、あの弓を使ってて近距離で襲われた時に、ちゃんと今までねできなかったのは、あの銃への切り替え、それができるかどうか。さっきはねできたんです、うまい具合に。まあ怪我もしましたけどね、怪我で済んだっていう程度で、まあこういう状態で後ろから襲われると、ね、やっぱりね対処まだできません。私は当たらない、風かな。うん、当たった。そろそろここら辺から湧いて発見されると思うんですけどね。ここらが一番の湧き出しポイントなんですけどね、本来は。あとここらとかね、この近場がね結構湧くはずんで、一番の湧くところに立ってるつもりなんですけどね。あれ？うん、慌てなくなった。頭じゃ当たらないからボディ狙ってんのに当たらねえな。あー、右から左か。あれ当たらねえ。このくらいぐらいかな。あー当たらねえな。うわ当たらねえ。今木に当たったな。わあ、この距離になるとね、なかなか当たんねえすわ。うわあ、もったいねえな矢が。届いてないのかもしんねえな。あ、違う。うん、届いてないのかもしんない。背中の真ん中狙ってても当たんないもん。
ここら辺になるともう10じゃないと当たんないのかもしれないね。本当に当たんねえ。矢がなくなるんじゃない？え？あ、矢筒にもう弾がない。いや、買ってこなきゃね、なんもな。練習、打ち終わったら買ってこよう。いや、いつもなら心に結構湧くんだけどね。そういう集まってきて良さそうなんだけど、なんで出んねんだろう。これで出るか。あー、出た出た。うわ、早い。ダメだ。おお、これやべ。よし、こういうのに対応しないとダメなんですよね。これさえ分かればいいんだよ。あとは C2 が一つあるな。よーしと、よっしゃー、これでまあ死なないように、あの程度では死なないようになった。今まではね、あの程度でがっつり死んでましたからね。もう嫌なくらい死にまくってましたから。結局ね、弓からね、銃に交換できなかった、できない。それから近くに売られた時にね、弾倉交換が全くできない、そういうような状態でね、死ぬことが多かったっていうか、ずっと死んでます。一回も生き延びてませんでした。今日初めてね、コントローラーを、なんて言うんだろうな、使えるように設定し直すことができたので、こうやって死なないで済んでます。まあこれ大したことね、たった2匹っていうか2体だけだったんだけど、さっきはね10体だったんですよ。10体でもね、なんとか C3 まで、1箇所 C3 になったけども、全部殺せることができました。よしと、そんじゃ成果ありということで、これで練習は終わりと。弾を買っていきましょう。弾っていうか、嫌だな、嫌が全然なくなった。さっきなんで当たんなかったんだろうな、これな。
聴力上げれるかもしれないね。今レベル上がったからね。聴力やっぱり100ぐらいないとだ本当はな。ただね、あのコンパウンドボウの方が使いやすいですね、私にとってみると。あの普通のなんつか、あの、弓の方、あれのね、あのターゲットが見えないんですよ。私とねモニターとの距離がね1メーターあるためにね、あの白い点がね近くに目をあの寄せれば見えるんだけども、見えないんです、実際。そのためにちょっとあれは難しい。コンパウンドボのこのスコープだとね、スコープの丸の中心を狙えばいいんだろうなっていう感じで私は狙ってるんです。あ、今からね、いいところっていうか、あの、基地のねちょっとしたあの装飾お見せできると思います。まあ皆さんはそれこそあの長くやってらっしゃる方だから、そんなのは知ってるよって、僕として見てばね、あの楽しい試みでした。結構うまくいったと思うんですけどね。はい、そろそろ見えてまいります。はい、左側が私の基地。色ちゃんとあのネオンサインみたいな緑のと赤いの見えるでしょ。で後ろから見るとね、これ振り返って向こうから来るとね完璧、心から見ると完璧、多分ほらね、なんかあの、釣り堀場みたいな感じで、ね、緑のネオンサインといいでしょ。あと何やろうかな。あそこはねもう拡張しようにも、 岩が周りにあってね、あの拡張できないんですわ。ただあそこはあの木がすごくあの入手簡単なんで、あそこで拡張したいところはあるんですけどね。あれ来すぎたかな、話してるうちに来すぎたかな。ああ、まだだった、よかったよかった。ヘッドライトがないからねちょっと暗いと道がよく見えない。朝4時ですからね、見えない。武器はここだ。言ったんだけしろか。8420。まあ買えないことはないな。なんで下がるんだろうな。矢をください。
はい、どうも。油はどうだ。まだあるね。まあ、このようにね、ここのアウトポストと非常に基地が近いんでね、ガソリンスタンドいらないですよね。アウトポストから蛍光管でガソリン買えばいいわけですから、まあ、この右側の方に、ここの出た T 字路の右側のところにもね、ガススタはあるんですけどね、ポストで買い物する用事の方が多いから、わざわざガススタまで行かなくてもいいし、あそこのガススタ何にもないもん、ただコーラ置いてるだけだから。でゾンビの湧き出しもあんまり面白い湧き出ししないからね、本当にガススタの近くってガススタの中に止まってしばらくしないと出てこないからね、練習台にもなってくれないしね。あ、やべ、おお、危なかった。スピードに達しすぎ。ほらね、いいでしょう。ここの岩場は本当危ないんだよな。でもね、車にダメージ入らないからいいですよ。ほぼダメージノーダメなんです、あれで。まあ近くで見るとこの提灯変なんですけどね、服なんて書いてて。こんな感じ。よくこの釣り堀場が、ほらそこらに魚がいるんだよね。釣りたいな。名声ポイント350、まだまだだね。250がね、鬼門です。僕にとっては240台まで行くとね、ドーンと下がるんですよ、なぜか。ほら見て、あ、そっか、今買い物してから6000まで下がったんだ。今はそうですね、そうだ、買い物しなくてね、ただログインしてみたらね、ドーンと下がってるってこともあるんですよ。なんででしょうね。12、12、12、OK。 はい、ということです。こうやって今練習をしております。次の練習はね、6ピックを練習したいと思います。今までは全く6ピック使ってません。あ、使ったけどね、結局ダメだってことが
僕にはダメだってことが分かって、ずっとあれあのバールばっかり使って開けてきたんで、今回、バールじゃなくてちゃんとロックピックを使ってみたいと思います。そのためには、あ、今ロックピック練習台買ってくの忘れたな、失敗した。前回持ってたのね、あの殺されてなくしちゃったんだよね。そうだそうだ、買ってくんだった、また買いに行こう。よしと、はい、それじゃまたね。マック黒助でした。